人生は楽しむためにあるということを当たり前に信じられるようになったとき、あなたはスーッとなりたい私になっているはずです。こんにちは、本会社チャンネルのサムです。今回は大石洋子さんが書かれた7日間でなりたい私になれるワークという本を解説します。この本はこんなあなたにおすすめです。漠然とした悩みがある、人生を楽しみたい、叶えたいことがある、そんな方におすすめの本です。本書では今目の前にある現実を根本から変えるための7日間で取り組むワークが紹介されています。著者はカウンセリングやヒーリングの仕事を10年以上行ってきました。その中で分かった多くの人がハマって抜け出せなくなってしまう思考パターンをできるだけシンプルな方法で改善できるように考えられています。それも日頃から行えることです。目の前にある困った現実を変えることのできるとてもおすすめの本です。ではとりあえずいつも通り最初にこの動画の結論を言っておきます。結論、潜在意識は意識の約 95% を占めており、潜在意識の中に潜んでいる思考が私たちの現実を形作っている。というわけでこの動画では1、意識と現実との関係、2、なりたい私になれるという順番で解説していきますので、ぜひお楽しみください。1、意識と現実との関係。この章では意識と現実との関係というテーマについて本書から2つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのは意識の種類、潜在意識の状態という2つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まず1つ目のポイント、意識の種類。人が1日に思考する回数はなんと6万回です。自分が毎日そんなに思考しているなんて信じがたいですよね。私たちは意図的に思考することもありますが、無意識のうちに何かを考えていることもたくさんあります。具体的に言うと、意識は健在意識で行うものと潜在意識で行うものの2つに分けられます。健在意識とは私たちが普段認識できている意識、潜在意識とは認識できていない意識です。この潜在意識は意識の約 95% を占めています。実はこの潜在意識の中に潜んでいる思考が私たちの現実を形作っているんです。潜在意識で思ったことや考えたことが全て潜在意識に蓄積され、潜在意識に一定量溜まった思考が現実化します。例えば潜在意識にケーキが食べたいという思考が溜まると、実際にケーキをいただくことになります。試験に合格すると思い続けていたら試験に合格します。あの人嫌いと思い続けていたらその人が目の前に現れます。つまりいいことも悪いことも私たちの思考が作り出しているということなんです。では続いて2つ目のポイント、潜在意識の状態。日常において潜在意識に溜まっている思考を目の当たりにしているものがあります。それが夢です。1日にしている約6万回の思考は寝ている間に私たちの潜在意識にインストールされています。ですので今まで思考してきたことが全て積み重なって保存され、潜在意識の状態はぐちゃぐちゃです。夢は様々な場面に飛んだり、辻褄が合わなかったり、あらゆる人が出てきたりといろいろなことが起こりますよね。それがまさに潜在意識の世界です。この潜在意識には主語がわからないという特徴があります。それは誰かに対して思っていることも自分に対して思っていることも潜在意識の中では同じこととして認識されるということです。また潜在意識に溜まった思考の量によって現れ方が異なります。思考の量が少ないと自身の遠くで、思考の量が多いと自身の近くで現実化します。このように望みや願い、夢を叶えてなりたい私になるためには、潜在意識になりたい私に関する思考を一定量溜め現実化させる必要があります。しかしながら潜在意識と潜在意識のギャップが大きかったりするとどうでしょうか。私たちは思い通りの人生を送れていないように感じてしまいます。その結果苦しんだり悩んだりするわけです。反対に潜在意識と潜在意識が同じ思考をしていると思考の現実化は早まります。つまり潜在意識に溜まっている思考を明確にし、潜在意識で行っている思考と合致させる。そうすることで意図的に思考の現実化を早めることができるようになるわけです。はい、ではここまでで一章の内容をまとめます。この章では意識と現実との関係というテーマについて、2つのポイント、意識の種類、潜在意識の状態という2つのポイントについて解説しました。では続いてに、なりたい私になれる。この章ではなりたい私になれるというテーマについて本書から3つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのはベースを整える、思考を変える、マイルールを取り除くという3つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まず1つ目のポイント、ベースを整える。目の前にある困った現実を変えるためには、まず潜在意識を認識し、思考を変えるためのベースを整えます。そのためには叶えたいと思っている望みや願い、夢を明確にすることが大事です。先ほどお伝えしたように、思考は潜在意識の中に一定量溜まった時に実現化します。ですので例えば最近思考したことがすぐ実現化したのであれば、それは最近そのことをよく考えていたからということになります。ちょっとずつ溜まっていた思考が何年も経った時にある日突然実現化することもあります。思考が現実化するというのは、口でどんなに素敵なことや当たり障りのないことを言っていても関係ありません。心の中で思ったことがどんどん潜在意識に溜まり、現実を作り上げていきます。ですので、潜在意識がこうなりたいと思っていても、
潜在意識がそう思っていない場合、思考は現実化しません。思考を変えるためのベースを整えるために、まずは A4 サイズの紙、または B5 サイズのノートとペンを用意して、自分が自覚しているなかなか叶わない願い事を書き出してみましょう。書き出すときは次の5つに沿って書き出します。1、パートナーや好きな人、親族、友人、会社の人など人間関係について。2、仕事、スキルについて。3、お金について。4、家庭、家族について。5、健康やダイエット、住まいなどその他について。これで潜在意識に溜まっている思考とのギャップを明らかにします。書き出せたら問題を見直して、潜在意識に溜まっている思考とのギャップを埋めていきます。書き出した内容を見直し、気づいたことはありませんか？中にはネガティブなことでいっぱいになった人もいるかもしれません。もしこの見直しでネガティブなことに気づいたら、その気づいたネガティブな思考をただ受け入れましょう。逆にネガティブな思考に気づけなかったら、なかなか叶わない願い事がすぐ叶ったら困ってしまうことがあるとしたら何だろうと考えてみてください。ポイントは、自分のネガティブな思考をダメ、良いなどとジャッジしないことです。ただ、私はそう思っていたんだ、分かったよと自分の気持ちを受け入れます。無理にポジティブにする必要もありません。大事なのは、自分にとって一番の理解者になってあげることです。このワークを行えば、潜在意識には本当に叶えたくない理由があることがわかるはずです。そしてそれは願い事に対するネガティブな思考です。まずはそのことに気づいてあげましょう。では続いて2つ目のポイント。思考を変える。スムーズに思考を現実化するために重要なのは、嫉妬が起きるのはなぜかをしっかり理解することです。例えば、友達の幸せや成功を心から喜んであげたいのに、素直に喜べないという気持ち。自分に対して自己嫌悪になってしまう人もいますよね。このような嫉妬について理解できれば、自分の潜在意識からの素晴らしいメッセージを受け取ることができます。思考の現実化は、思考の量が少ないと遠くに、多いと近くに現れます。この意味は、思考が現実化するまでに、すでに自身の望みや願い、夢などを叶えた人がだんだん自分の周りに現れるようになるということです。例えば、彼氏が欲しいと思っているとき、思考の量が少し溜まってくると知人に彼氏ができていたりします。そしてもう少し溜まると友達に彼氏ができたりします。このように、思考が潜在意識にちゃんと溜まれば溜まるほど、より近いところで思考が現実化するようになるということですので、すぐ近くに思考を実現化したい人が現れたら、次は自分の番です。この思考の仕組みを知らなければ、自分ばかりがうまくいかないと嫉妬の感情にとらわれてしまいます。すぐそばの人たちがあなたが欲しいと思っているものを手に入れ、あなたは手に入れられていない状態に陥るということです。嫉妬とは怒りの表現の一つで、私には手に入らないのに、あの人にはそれが手に入っているから悔しいという思いです。言語化すると恐ろしくネガティブですよね。感情が思い切り動いた時は、良くも悪くも潜在意識の力がスムーズに発動されやすくなります。つまり、先ほどの例で言うと、私には彼氏ができないという思考がものすごい速さで潜在意識に溜まり、それが現実化してしまうということです。この嫉妬と思考の関係を知っていれば、嫉妬なんてする必要がないということがわかるはずです。いつどんな時にもやっとしても、このことを思い出すことですぐに思考を切り替えましょう。では、嫉妬についてクリアしたら、次に考えるのは嫌な人についてです。嫌いな人や苦手な人がいても何も問題はありません。ただ、嫌な人から距離を置くだけでは根本的な解決にはなりません。なぜなら、このような困った人たちを作り出しているのは自分の思考だからです。と思いますよね。しかし、よく考えてみると、距離を置く考え方は、自分の思考とは関係なく、嫌な人たちが存在しているという考え方であると言えます。これは自分の思考が作った現実ではないという考え方です。そのため、自分の力ではこの状況をどうすることもできません。自分が作っていないのだから、作り変えようとしてもできないというわけです。被害者意識を改めることができれば、自分の人生を思い通りに変えていくことができるようになります。これは決して嫌いな人がいなくなる、苦手な人が消えていなくなるという意味ではありません。嫌いな人が自分のことを否定してこなくなる、苦手な人の態度がガラリと変わる、相手の関係において変化が起きるということです。例えば、親に自分の夢を語って全力で否定されたとします。これは親が毒親なわけでも、ドリームキラーなわけでもありません。自分の潜在意識は夢を叶えたいと思っていても、実は否定的な思考がたくさん溜まっていたりします。夢を叶えるなんて無理だ。一歩踏み出すのは怖い。このように潜在意識が自分を否定する思考を抱いているため、その結果、自分を否定する親が現れたというわけです。また、自分で自分を否定していなくとも、他の誰かを猛烈に否定していると同じことが起こります。先ほど言ったように、潜在意識には主語がないため、誰かを否定していれば、それはそのまま自分を否定していることと同じことになります。つまり、自分を邪魔する人が現れたら、それは自分の潜在意識に邪魔するという思考がたくさん溜まっているということです。嫌な人の嫌なところを書き出して、自分が誰かにそう思われていないか、自分にそう思っていないかを考えてみてください。そして、嫌な人が自分の思考から出来上がっていたこと、潜在意識からのメッセージだということに納得しましょう。嫌いな人や苦手な人に対するネガティブな思考を受け入れることは一筋縄ではいきません。しかし、
繰り返しそういった思考を持つことで、だんだんと自分の人生を変えていけるはずです。では続いて3つ目のポイント。マイルールを取り除く。周りにいる人を無意識に見下すことはありませんか？あの人は仕事ができない。なんでこんなこともできないんだろう。ああいう人にはなりたくないな。これらは無意識のうちに人を見下してしまっている証拠です。人は誰しもネガティブな感情を持っているものですが、批判や見下すという思考が潜在意識に溜まるため、結局それが自分の目の前に現れることになってしまいます。見下しているイコール、自分の自己肯定感を下げまくっているというわけです。見下し思考に早く気づき、見下しをやめようと決めましょう。例えば、やさぐれている人や意地悪な人に出会った時、見下すのではなく、一緒に変わっていこうと心の中で言う。それができた時、自分は心から人を応援できるようになったんだなと、自分のことが好きになり、誇らしく思えるようになるはずです。こうして本当の自己肯定感が育っていきます。本当の自己肯定感とは、どんなネガティブな自分でも認めてあげられることです。つまり、自己肯定感は他人からの称賛によって育てるのではなく、自分や他人を見下さなくなった時に自然と育っていくものだということです。ここまで潜在意識に目を向けることについて説明してきましたが、潜在意識は意識の約 95% を占めています。ですので、潜在意識の全てがわかるというのは不可能です。ただ、自分の本音に気づき、マイルールをなくすことで本当の自由を手に入れることは可能です。突然ですが、職場や外出先で何か嫌なことが起こった時、皆さんは怒りをあらわにできますか？おそらくほとんどの方は怒りの感情を押し殺してしまうのではないかと思います。それは怒りイコール悪と思い込んでいるからです。そしてこれがいわゆるマイルールです。この不要な信じ込みのせいで常に怒りに蓋をしている状態になり、人生は疲れてしまいます。さらに思考は現実化するため、この怒りが潜在意識に溜まり、気づけば自分の周りに現れます。本当の自由とは、全てが自分の選択であり、その結果が現実になるということです。自分の本音に気づくことができれば、自然とマイルールをやめられます。マイルールを取り除くためには、潜在意識と親密にコンタクトを取り、本音を掘り下げる必要があります。本音を掘り下げるためには、親からの愛を受け取ることが必須です。潜在意識には0歳から6歳くらいの幼少期の思考がベースとして溜まっていきます。そのため、困りごとの原因になっている思考は、この頃に培った記憶がベースとなります。これはいいことも悪いこともどんなこともです。ですので、幼少期のネガティブな記憶を見直し、親に愛されてきたことを思い出しましょう。ただ、焦る必要はありません。難しい場合は無理に思い出さなくていいです。ワークを何度も行っていくことで、だんだん私は親に愛されていたのかもしれないと自発的に思えるようになります。ゆっくり自分のペースで思考を変えていってください。本音にあるマイルールを見つけていくには、紙とペンを用意して、愛って〇〇だよねと思いつくだけ書き出すことです。例えば、愛って元気のもとだよね、愛って不確かなものだよねといった感じです。そしてここで書き出したものを分析します。この時3つのポイントに注意しましょう。どんな言葉が出てきたか、言葉をいくつ書き出せたか、書き出した言葉の全体の傾向は何か、ポジティブな言葉だったり、後ろ向きな言葉だったり、温かい言葉だったり、どんな言葉をいくつ書き出して、それがどんな傾向にあるかを分析します。ここで分かった傾向は、自分の潜在意識の大まかな状態です。ただ、ここでたとえネガティブな傾向が強かったとしても、ダメだとジャッジはせずに、ただ受け入れましょう。自分自身を心から大切に扱えるようになれば、当然周りには自分のことを心から大切に思い、大切に扱ってくれる人たちが現れます。自分の思考が自分の現実を作るため、自然とそうなるわけです。はい。ではこのあたりで最後に内容をまとめます。1. 意識と現実との関係。この章では意識の種類、潜在意識の状態という2つのポイントについて解説しました。2. なりたい私になれる。この章ではベースを整える、思考を変える、マイルールを取り除くという3つのポイントについて解説しました。今回紹介した本、7日間でなりたい私になれるワークについてまだまだ紹介できていない部分が多いです。おすすめの本ですのでぜひ読んでみてください。いつも通りリンクは下の概要欄に貼っています。というわけで、今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。このようにこのチャンネルでは本の解説と人生の役に立つ知識の紹介をしています。最新の動画を見逃さないためにもぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。